アリシア・キーズが、女性による、女性のための音楽業界キャンペーン、She is the Music を発足。キャンペーンを通して音楽業界に女性の活躍の場を広げ、女性進出のきっかけを作り、業界を変えていきたい、と語る。アリシア・キーズが、音楽業界の女性たちを主体とする女性の地位向上。キャンペーン、She is the Music を発足する。バラエティ、誌が報じた。アリシアは、米現地時間13日に行われた全米音楽出版社協会の式典に出席し、アイコンソングライター賞の受賞スピーチでキャンペーンの発足を発表した。とても熱心な女性のエグゼクティブ、ソングライター、アーティスト、エンジニア、プロデューサー、音楽出版界の方々がいらっしゃいます。私も皆さんの一員として、自分たちが愛する業界を再建して行きたい。才能のある女性たちのために活躍の場を広げ、業界に進出するきっかけを作って行きたいのです、と、アリシアはスピーチで述べた。このキャンペーンを、She is the Music、と命名します。あらゆる業界で働く女性たちのために、変革モデルを作って行きたい。さらにアリシアはこう続けた。女性には最大限の敬意が払われるべきです。多くの女性たちが、ダブルスタンダードの時代はもう終わりだと世間に訴えています。男性の同僚よりも賃金が少ない上、彼らから蔑まれ、搾取の対象になるなんてことはもうたくさんです。キャンペーンの具体的な内容は明らかにされなかったが、アリシアは発足のタイミングの重要性を強調した。今こそ行動を起こさなくては。統計が惨状を物語っています。と述べ、南カリフォルニア大学アネンバーグインクルーション研究所の研究結果を引用した。この研究は今年初旬に発表されたもので、音楽業界における女性の地位が一様に過小評価されていることが明らかになった。昨年クレジットされた約3000人のソングライターのうち、女性はたったの12人だけ。女性のエンジニアは全体のわずか 3%。そのうちの一人がアン・ミン・シエリーです。現中、アリシア・キーズのエンジニア。プロデューサーに至っては、女性は全体のたった 2%。そのうちの一人は私です。私たちの社会は 50-50 であるはず。音楽業界もそうあるべきです。キーズはまた多様性の重要性を強調し、特に有色人種の女性の雇用促進を呼びかけた。ソングライターは私たちの物語を語ります。私たちが何者であるかを音楽で表現しているのです。自分たちの物語を届けたいと思いませんか？彼女はこう語り、今我々が迎えている市民運動の原動力となったプロテストソングの作曲家たち。ジョアン・パエズ、ニーナ・シモン、バフィセント・マリー、キャロル・キング、ジョニー・ミッチェル、アレサ・フランクリンらの名前を挙げた。さらに彼女たちのメッセージを現代に発信する新世代のアーティストとして、メアリー・ジェイ・ブライジ、シーヤ、シザ、ケイシー・マスグレーブス、ソランジュ、ジャネール・モネイ、H.E.R、ハー、らを挙げ、現代社会で松明を掲げ、我々を鼓舞する女性作曲家、として称えた。
キーズが展開する She is the Music は、ハリウッドのタイムズ・アップやシャープ・ミートゥー運動に続いて結成された音楽関連キャンペーンの一つ。2月には、音楽業界の重鎮メグ・ハーキンスとカレン・ライトが、ハリウッドの反セクハラ運動に、習い、音楽業界版草の根運動、ボイス・イン・エンターテインメントを発足。職場での雇用平等、社会の多様性を反映したリーダーシップ、セクシャルハラスメントのない職場、説明責任に対する、認識の向上を訴え、キャンペーンの賛同者にはグラミー賞受賞式で白バラを身につけて出席するよう呼びかけた。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。